インディジャパン300マイルインディジャパン300はツインリンクモテギーのスーパースピードウェイコースで開催されていたインディカーシリーズのイベントの一つ。1998年から2002年に開催されたカートイベントおよび2011年にロードコースで開催されたインディジャパンザファイナルについてもここで述べる。レースは1998年にカートの一戦としてスタートし2003年からは R の一戦になった。この大会は R としては初のアメリカ以外の開催であり、2008年と2010年2011年を除き、北米大陸以外で開催される唯一の R イベントとなっていた。レースの周回数はチャンプカー時代は201周、インディカーになってからは200周、2011年のロードコースでは63周であった。 ツインリンクモテギを運営するモビリティランドでは2012年以降のインディジャパン開催を行わない方針を明らかにしており2011年が最後の開催となったここまでカートシリーズ戦これ以後 R シリーズ戦2008年レースで幸運のためにピットに引き上げるマシンありがとうございます